さんね、DM って知ってますか？デュエルマスターじゃないです。DM とはダイレクトメッセージのことで、まあ、こんなことよね、こんなコメントが、まあ、飛び交ってくる場所のことを言うんですけど、違う？最近マジでね、変な DM がね、届きまくってて、最近一番変な DM で言うと、お前の本名、ユパラトシヤだろって来たんですよ。もうね、会話のキャッチボールがね、もうブザすぎて、もう即アクアガードでブロックしたんですけど、まあ確かにね、ユハイっていう名前は僕のね、学生時代のニックネームなんですよ。なんで、7万歩譲って、ユハラはわかるんですよ。ユハラはね、まあ合ってないんですけど、まあ、トシヤ要素はね、もうどこにあるの、トシヤ要素はマジで。そして、なぜかわかんないんですけど、僕の本名、今なんかユーハイム斎藤らしいんですよね。もうなんかわかんないけど、ユーハイム斎藤は語呂が良すぎて、なんかシンプルにね、気になっちゃったんで、検索してみたら、めちゃくちゃ美味しそうなね、バームクーヘン屋さんで、僕はね、宮城に住んでるんですけど、仙台に3店舗もあったんで、買って食いました。マジでこれ何の話？まあ、仙台に住んでて、髪型がね、痺れ足だけの男性保育士っていうね、もう個人情報がもうダダ漏れ実況者のね、立場から言わせてもらうと、マスター報酬コルテオはうんちっすね。まあね、最近ね、実写動画とホラゲもね、始めたんで、まあそのうちね、まあチャンネル登録者が増えてきたらね、まあ本名はね、晒すかわかんないんですけど、顔出しとかね、実写動画もね、もうどんどん出していきたいと思いますんで、ぜひね、これを機会に本名の制作じゃなくて、チャンネル登録と高評価、いや、もしくは低評価、よろしくお願いします。はいどうも皆さん、ユハバンはユハイチャドンハイです。ということで今回なんですけども、ザビミラキリコね、使っていきたいと思います。まあこれデッキなんですけど、基本的にマナを加速して最速キリコからザビミラを踏み倒して、ザビミラでキリコで踏み倒したクリーチャーをね、すべて破壊することによって、すぐね、ガローズホールじゃなくて、ガローズセブカイザーから、ガローズデビルドラゴンにね、サイキックリンクできるということで、まあ最速でね、さすがにこの、ガローズデビルドラゴンが立ったら、まあ、ハンターもね、キリコミラーも全て勝てるということで、めちゃくちゃね、楽しいデッキだったんでね、ぜひ皆さん使ってみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者1万5000人目指してますんで、ぜひね、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ということで、早速チャンネルの方に行きましょう。行くぞ！はい。ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、エナジースパイラルザビミラフェアリーライフエンペラーキリコジャスミンでね、始まったオープニングハンド。さあ一時的ではね、あるんですが、メンテナンスが明けたということで、早速ね、ザビミラキリコ回していきたいと思うんですが、なんかわからんけどね、声がガビガビなんで、ちょっとね、ご了承くださいと。エアコンつけっぱで寝てしまった代償がそこにはありますね。相手デストラーで置いてきたね。まあ、ようやくね、本当にメンテが開けて、昨日2試合しか回せなかったんで、逆に2試合回せたのは運良かった方だと思うから、昨日動画出せた実況者さんは本当に少なかっただろうからね。でも本当に、有給をメタルでやめてほしい。僕、保育士なんですけど、本当に有給を使って初日ね、取りにくいんだよね、本当に。保育士って有給。知らねえよって話だと思うんですけど、頑張って有給を取ったんだけど、毎回ね、15段の時も有給メタられて、まあ、16段でもね、有給をメタられていくと、まあ、結構ツイッターとかでもね、そろそろいい加減にしてくれっていうリプとかが飛んでたんで、まあ、ちょっとね、本当に勝った辺楽しみにしてたからね、まあ、ちょっと残念ではあるんですが、まあ、メンテナンス開けたんでやっていきましょうか。さあ、エナジースパイラル。まあ、これしっかりと2ドロー刻みまして、エンフォーサー聖域か。まあ、そんなに強くはなかったですね、このドロー。さあ、ザビミラー。相手もザビミラーが入っている。さあ、ブロンズアームドライブ。さあ、これマナーを加速して、次もエナジースパイラルでもいいかなって思ったんだけど、さあ、ザビミラーも引いていく。結構、ポーカーオンリーワン選手権グランプリがね、始まっているんですが。さあ、一旦これエンフォーサーで、もうなんか、ビート刻まれるのが結構めんどくさいんで、エンフォーサーで蓋をしてアマテラスかな。次アマテラスでデストラーでカマキリとか来られるときつかったんだけど、まあ、デストラーでならまあ全然許容範囲ではありますね。盾を追加されるとワイルドリリー悪くない。てかむしろ強いか。だが一旦リリーの加速から次アマテラス聖域エンペラーキリコザビミラゴ踏み倒す。多分、キリコ落ちてるよね。さあ、キリコ落ちてる。でも、ザビミラもね、2枚落ちてんだよね。
これがどう響くか。アマテラスを出して、でリリーしょられないの絶対条件ですね。あとなんだこいつは、ザビデモナ。オッケーオッケー、ザビデモナであればリリーは生き残るでしょう。さあザビデモナの、あー生き残らない。オーマイガー、ブーストグレーンを強すぎ。昨日ねハンターデッキ作ったんですけど、ブーストグレーンをこいつが一番壊れてます。こいつは本当にオーマイガー、こいつやばすぎるんだよね本当。勘弁してほしい。でジャスミン、ジャスミン、俺トップジャスミンならいけるか。トップジャスミン、トップジャスミン、これが草薙ブレードじゃない理由。おっといけるな、強すぎ。さあブロンズ強い、いけるね。ジャスミンじゃなくてもよかった。でレインボーが入ってないから濁らないから大丈夫。ダイノワール、さあいきましょう。エンペラーキリコを踏み倒すための生命の始祖なり。でこれで進化の聖域を踏み倒すことによって、エンペラーキリコをマナから爆弾しますよと。頼む、ザビミラだけ来てくんないか、ザビミラで。これめちゃくちゃ強いぞ。でガロウズを出して、ガロウズデビルドラゴン、さ踏み倒しまくりまくり隊長。めちゃくちゃ踏み倒しました、ザビミラを。残り2枚しかないザビミラをしっかりと踏み倒して、さあザビリゲル、そしてギルザウルス、そしてガロウズセブカイザー、これを踏み倒すことによって覚醒リンクします。破壊するクリーチャー4体まで選んでください。もう選ばないね、でも1体でいいね。こいつを選んで、とりあえずもう一旦ガロウズセブカイザー出して、ガロウズセブカイザーを2枚出すゆえん、これ何かと言いますと、これ覚醒リンク持ってんだよね。覚醒リンク持ってて、覚醒解除も持ってるから、破壊された時にこの2枚が残るんだよ、セブカイザー以外の。ってことでまたターンが返ってきたら、ずっと覚醒リンクを無限にできるよっていう、サイキックリンク無限にできるよっていう状態を作り出すと。でこれアタック中に相手はクリーチャーも呪文も踏み倒せないので、もうぶん殴る時にデストラーデと、まあこのこいつ戻すか、グレンを。これやばいね、なんだかんだ破壊力はえげつないですね。やっぱ三点パンジンでこれトリガー使えませんと。で開始のターンに何かしらで破壊されたとしても、バウンスされたとしても解除持ってるんで、また早期に覚醒リンクできる。で相手は一生トリガーを踏み倒すことができない。こっちはしかも聖域を持っている。トップ何かしらでまた雷とか踏み倒せば、もう完璧なデュエルになるね。これやばいな。やっぱガローズデビルドラゴン盤面もね掃除しながら、逆転の目をね毎回潰しまくるということで、めちゃくちゃ強いと。さあデストラーデ、さあクジラが無限に出てきますが、ここでオッケー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 。さあエナジースパイラル悪くないね。しかもこれサイバー N ワールドがいるんで、アウトもしないんですよこのデッキは。どんだけ山札を掘っても。さあ生命の始祖で、これもうガローズでもうぶん殴る。もうガローズでね、ただただ殴ってバウンスして呪文メタってトリガーメタって、最強すぎです。もう何戻してもいい、もうジャスミン戻ってくると。さあ3点パンチ、これもうトリガーね、もう何も気にしなくていいのが本当に強い。デスラーデのデッキとかってかなりねトリガーが熱いんですよ。めんどくさいトリガーが多いんですけど、何も気にしなくていい。これイモコンとかもね気にしなくていいんで本当に強いね。フェアリーライフで次リーサルなんでね、次リーサルですよ。で10マナでしょ、これ何かしらでバウンスされたとしても大丈夫だし、アマテラスも引いてるんで、トップがジャスミンとかブロンズアームドライブとかだっても、イカズチ踏み倒してそのままリーサル作れるんで、めちゃくちゃ強いですねこれは。オーマイガー、これはやばい。まあ普通にやっぱエクスとかねトワリュー型でもいいんですが、やはりザビミラ型もね面白いですよと。さあ聖なる守り、果たしてそれは本当に聖なる守りなんでしょうかと。さあアクアバーサー、さあ時すでに遅しバーサーで、さあこれね覚醒リンク解けますが、またまたターン開始時に覚醒リンクします。さあ行きましょう、ガローズデビルドラゴン。そしてトップオブザデックが DNA スパーク。これちょっとリーサルはないか、 DNA スパークであれば。さあ行きましょう、アマテラスで、まあでもいいか、もうこれはエナジースパイラルあるかな。さあエナジースパイラルがあるんで、ドローを刻み込みながら、さあカードを2枚ドローします。
さあ DNA スペークスペークだってスパーク2枚目さあロレツが全く持って回っていないがさあ行きましょう。ガローズデビルドラゴンでバウンスをしますと、これ強くないか本当に大丈夫か。で次もブロンズアマテラスで打点を作れるんで勝ちですね。でどんなに除去られても盤面2体は残るんで、ガローズデビルドラゴンリンク解除持ってるんでね、やばすぎるな。さあデストラーデで盾をね無限に追加してきますが、このガローズデビルドラゴンの高き壁崩すことができずと、サッカーバースタブ能力で、まあ、どっち戻してきても感はありますけどね。もうそっちを戻してくれなんですが、さあこれもアマテラスブロンズ聖域何でもござれ、しっかりとねイカズチを踏み倒すことによってリーサルが見えますよと。しかも相手はトリガーも使えない呪文クリーチャー踏み倒すこと不可能ですと、まあ、ガローズデビルドラゴンね神から結構弱体化はされているんですけど、これ本当はいるだけで相手呪文唱えられなかったからね、普通にやばいな冷静に考えると。生命の子孫なりで聖域をねしっかりと踏み倒しまして、イカズチをね出してリーサルですよと。強すぎます。さあ行きましょう。精霊王イカズチタップインザゲート、さあ奮起します。ガローズデビルドラゴンに奮起するんで、さあこれしっかりとぶん殴る時にもう盤面全て空っぽです。回答がないままさ一点パンチ、そしてトリガーはね絶対に使えないので対戦あーどうしよう。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドなんですけども、サイバー N ワールドエナジースパイラル聖域ワイルドリリーでね始まったオープニングハンド。さあ2ターン目ですね、フェアリーライフとかジャスミンを引ければ結構いいハンドなんじゃないでしょうか。さあ現時ダブルクロスからの強戦士ブレイズクローですね。さあ赤白速攻、親の顔より見たブレイズクローの顔面をしっかりとフェアリーライフで埋めていく。さあアマテラスで次ワイルドリリーを出して、アマテラスぶっちゃけエンフォーサーで勝ちなんだよね。さあ2ターン目パス、これはかなりの追い風。さあエナジースパイラル、それはポーカー。さあオンリーワンアマテラス、さあ全ては音声認識のままに、さあエナジースパイラルを受けましていきましょう。ワイルドリリー、さあワイルドリリーの能力ね、エンペラーキリコ、あれこれキリコまだマナに置いてないよな。さあ全てが記憶喪失、さあキリコをね置きまして、さあアマテラス、まあでもねエンフォーサーピン出しなんでワンチャン盾とかにね落ちてる可能性は全然十二分にありえんすけども、さあアマテラスをねもう聞いたことによってもうぶっちゃけもうガローズでいけますね。さあサプライズアンタッチャブルの選択肢、なるほど。さあ一点パンチ、その速度であれば全然に間に合う、それが今の環境のエンペラーキリコです。トップオブザデックがザビミラー、ザビミラーは闇罠確保として置いときまして、これね相手がこのアンタッチャブルっていうこのゆうちょ銀行株主総会のムーブであれば正直エンフォーサーを焦って出す必要性がない。なぜならここでワイルドリリーを出すことによって次アマテラスでエンペラーキリコを踏み倒すことができるからなんだよね。でイカズチもしかもイカズチで勝ちじゃん、だってもうガローズホールをね踏むまででもないと。さあ一点パンチ、そしてイカズチをね置くことによって DNA スパークをね手打ちできるんで、まあアンタッチャブルをどんなに展開されたとしてもまあ大丈夫の盤面作っていきましょうかと。さあお前としてこれどうしますか、アンタッチャブル殴ってこれないでしょうと。と4ターン目パス、どうなってるんだねと。さあオーマイガー、これねザビミラ引いてきた、ザビミラでいいってなるねんじゃ。だけど、1点、ごめん、足りないか、これ。ザビミラーは、他のクリーチャーなんでダメですね。足りてないですね。であれば、聖域を打ちましょう。聖域を打って、危ねえ、めちゃくちゃプリムスってことだった。で、これね、アマテラスを、手打ちできるようにもなりますし、さあ、まずエンペラー切り、このガチャガチャを見ましょう。支配の時間ですよ、と。さあ、アマテラス、ジャスミン、そしてワイルドリリー、なるほど。あまり強くない踏み倒し。だからこれもうね気づいちゃったんだよね、これ一旦イカズチですか、とりあえずでもイカズチでいいか、それかあとイカズチしか出せない。2体目のキリコ押してなかった。これでまあビートデッキはほぼほぼ死滅したんですけど、ちょっとお話聞いてもらっていいですか。僕ねデュエプレ実況者なんですよ。ここで
キリコとイカズチ盤石勝ち、そんなのね許してくれないよ。リスナーさんは今日は新環境初日だよ、じゃあザビビラ出すんだよね、もう許してくんないでしょ。だってこれは一旦もうキリコイカズチ全部もう葬りされます。でザビリーゲルセブカイザー、じゃあ覚醒リンクなんだよ。そうでしょ、やっぱりトンヨバ下ろさないよ、セブカイザー出してくんないけど。でもこれでも強いからね、だいぶこれでもめちゃくちゃ強いよ正直。でイカズチで奮起するからブロッカーも得るから大丈夫です。でまだね源氏は出てこないから全然大丈夫で、相手コルテオとかスパークとか打てませんと。で次のターンもリーサルです。もう安全のリーサル、もうキリコイカズチよりも安全なリーサルを取ることができるんだよね、もうガラウズセブカイザーで。だって相手もコルテオとかトリガー銃に頼れない。でこれ万が一セブカイザー、セブカイザーじゃないね、なんかガローズドラゴンを処理されたとしても打点は残ります。そしてアマテラスがあります。もう一回ガチャガチャすることができます。これがねアマテラスの強さ、これがエンペラーキリコの強さなんですよ。皆さん刮目してくださいと。どれだけの速攻デッキ踏み倒せば気が済むのでしょうかと。これでも相手も無理じゃないかな、さすがに。さあエナジーホールでアンタッチャブル2面展開してきますが、多分お相手じゃノーチャンスでしょう。さあ DNA スパーク、さあ光に罠がない。これでも多分どうあがいてもワンチャンはないと思うけど、一旦これアマテラスでもう一回なんかね打点作ってもいいかもしれないですね、聖域とかで。さあ行きましょう、アマテラスと。さあアマテラス生命の始祖で、さあ進化の聖域でしっかりともう一回踏み倒して打点をね作っていきたいところ。さあアマテラスで、なるほど、興味深いデータ挙げられた。確かに進化元がないね。でこれ普通に殴ってれば綺麗な動画だったんだけども、あ皆さんはねこういうプレミアをしないでくださいということで、対戦ありがとうございました。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドなんですけども、 DNA スパーク、そしてジャスミン、エンフォーサー、ザビミラ、サイバー N ワールドでね始まったオープニングハンド。さあこれめちゃくちゃジャスミン、ワイルドリリーのね動きしたいですし、多分ですけども、多分じゃないね、多分相手はエンペラーキリコミラーですね、まあ、多分ザビミラ型ではないと思うので、多分トマリュエクスというね、もうパワーカードてんこ盛りキリコ、それにやはりザビミラキリコで勝っていく、これがやはりユハイチャンネルなんじゃないかなと。いったところでさ、聖域さ、自然までしっかりと引いて、さあ行きましょう、ジャスミンと、ジャスミンティなんだが、やはり相手は先行ですと。先行が理不尽な最速キリコムーブをしてきたら、まあ後攻はもうなすすべなしです。さあ相手が事故っていることをね祈りまして、多分ですがワイルドリリー出してきますよねと。だがこっちもねワイルドリリーをして、まあ、全く同じ動きをして、まあ、最後にアマテラスを持っている方が勝ちなんじゃないでしょうかといったところで、さあ行きましょう、ワイルドリリー。さあ我らの加護を見せてくれないかと。さあエンペラーキリタンタンタタンタン。で次もうワンチャンライフとか打つべきなのかなと。で多分相手アマテラスだと思うから、あない、アマテラスがない。いやこれあるよと、アマテラスはあるけど別に次でいいよねと。だって僕先行だから、そういう鉄の石お相手しか見えますね。なるほどなるほど。であればこっちもアマテラス引いてないんで、ライフライフラララライフですよ。でなぜここでライフ2連打するかというと、ライフをね2連打して9マナ、次トップで9マナにして、サイバー N ワールドで実質5枚ドローして聖域を持ってきて、こっちがキリコをね叩きつけてやるっていうね。オーマイガー。さあ相手出せない。さあであれば行きましょう、まあ、相手はね実質5枚ドローしてしまうんですが、こっちが先キリコするこの強さ追いつけていきましょう。さあ行きましょう、サイバー N ワールドの能力で5枚ドローです。実質聖域を持ってくればウィンウィンな関係を作ることができる。そしてザビミラをね踏み倒せればなおいい。さあ行きましょう、進化の聖域で、これでエンペラーキリコ踏み倒します。さあザビミラを出したい、だがザビミラ引き切ってしまっている。ザビミラ2枚ぐらい見えてるかな、支配の時間です。さあ出せません、だが生命の始祖は引いた。このクリーチャーは破壊しないくていいな別に。あーイカズチ、お強い、そのブロンズ IQ5 万があったな。
であれば聖域イカズチかな。でもう殴るしかないっすこれ。ぶっちゃけ、いや N ワールドの汎用性やばくない？ N ワールド器用に立ち回りすぎだね。でこれイカズチで、キリコでガチャする必要性はないんですよね。でイカズチで3点パンチ2点パンチで、イカズチでブロッカーを得れるのでブロンズ展開して、多分ワンショットはないんじゃないかなって思いますね。ワンショットはなくて、でこんだけ盤面展開できてれば次ザビミラからもうセブカイザー直リンクで勝つみたいなプレイングもできるので、これはもう殴ったもん勝ちですね。青春ならもう忍太郎乱太郎一般教養なんで、さあ2点パンチ、はいはい、ひざまずいてくださいと。でこれまあ相手がどんなに最強のキリコ、最強の X 踏み倒したとしても、やはり奮起するんで、相手のキリコにイカズチは奮起してしまうんで、ファンザみたいなもんなんだよね。さあボルバルザーク X、 なるほど、まず X から入ろうと。さあ奮起して、まあ一応ブロッカー守りを固めることができる。でこれぶっちゃけイカズチが処理されたとしても大丈夫ですと。ブロッカーの能力は一応引き継いでくれるでしょう。さあジャスミン、多分来るのはキリコっすね。ここでキリコ来ないわけがない。さあ進化の聖域、さあ行きましょう。エンペラーキリコ、お相手種のキリコガチャ、相手の力量が試される。このね、トワリュー X、 何でもござるか、支配の時間ですよと。なるほど、なんだトワリュー X サイバーエルワールド、バカげた強さだよ。だが先手必勝、油断大敵なんで、最初にキリコを打っていた僕に圧倒的に分があるプラス DNA スパーク、これでゲームセットです。さあエナジースパイラル、イカズチを戻してくるということ。だがしかしブロッカーは付与されたまま、お相手し打点は足りていません。こっちは打点が足りています。であれば対戦ありがとうございますの合図がしました。対戦ありがとうございました。はい、ってことでね、対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドなんですけども、進化の聖域サイバー N ワールドザビミラアマテラスジャスミンでね、始まったオープニングハンドであればですね、これジャスミンからね入ることができるので、まあまあ全然悪くないんじゃないでしょうか。相手はウルスムス、さあワイルドリリー、これめちゃくちゃ強いね。ジャスミンワイルドリリーっていうね、もう圧倒的最強理論で、まあ、試合をね進んでいけることができるのでめちゃくちゃ強いと。リリーアマテラス、そしてサイバー N ワールドでね、ハンド入れ替えることもできる、実質5枚ドローをね実現することができる。まあお相手はトリーバかな。さあトップがエナジースパイラル、まあだからリリーから入りましょうか。エナスマもまあ悪くないのでね、ぶっちゃけちゃけちゃけ。さあエンペラーキリコをしっかりと落として、まあいかにザビミラでどれだけ踏み倒せるか、まあそこがねやっぱ勝負の鍵になってきそうですけど。さあ相手はお清めトラップで僕のジャスミンを清めていきますと。なるほど、まあ、ジャスミンはね全然、このデッキはジャスミンはね全然キリコの外れ枠じゃないので、なぜかと言ったらザビミラと一緒に出てきたらセブカイザーになってくれるんだよね。であれば僕は草薙より本当にジャスミンを押します。さあエナジースパイラルの2ドロー。さあこれでさあジャスミンアマテラス、これ何が強いって、もうこれ次ジャスミン打ってアマテラス聖域で勝ちなんですよ。これがジャスミンの理由なんだよね。さあドラビータ、ドラビタからドラビータ、ドラビタ、ドラビタめんどくさいですね。これ正義踏み倒すと僕のガローズセブカイザーさんがタップインザゲートされるんで、そこだけがめんどくさいんですけど。さあブロンズアームドライブ悪くない、てかむしろ強い。一旦ブロン、これまあもうジャスミンアマテラスするべきだね。これ強いね本当に。しかも盤面も圧迫しないからね。ジャスミン可愛い、マジで祝が欲しい、ジャスミンの。さあ行きましょう、アマテラス。そしてエナジースパイラル、進化の聖域を選ぶ。そりゃそうなんだよ、これ進化の聖域を選ぶに決まってるんで、ここでエナジースパイラル打つやつはもう一旦デュエプレをアンインストールすべき。さあ行きましょう、エンペラキリコ。
支配の時間ですが、ここで出るのが来ました、ザビミラー踏み倒します。さあ、ジャスミンとエヌワールド、そしてキリコ、これをねしっかりと生贄にしまして、リゲル・ギルザウルス・セブカイザー、これがめっちゃ強いです。正直マジでぶっ壊れっすね。しかもこれ N 出たから5枚ドローもできてんだよね。これやばすぎない？バカげた強さだよ。オーマイガー。まあ一応ね、これドラビタでタップされちゃうのはね、本当にもったいないんですけど、俺ね、殴れてたら全然世界変わってたね。ドラビタバウンスできたし。これしかもなんかグレーザーだよね。グレートフルライフ、そして多分ガンビートが入ってるから、多分ガンビートでしょう。だが皆さん、アマティラス、そして、またまたジャスミンがあるということ。これはもう一回ね、再構築できるんですよね。マジで強い。で、打点も残ってるんで。これもう一回、これ無限に、ガローズドラゴンの押し付けができるんだよ、このデッキは。しかもサイバーエヌワールドで反動回復してたからね。オーマイガー、強すぎる。しかも盤面残るからね。種もね、しっかりと確保することができるんだよね。さあ、一旦ジャスミンから入って、アマテラスキリコ、そしてガチャガチャ、サイドガチャガチャ、まあ、ライフでもいいけどね。まあ、なんでもいい。ジャスミンでも破壊しないことによって、アマテラスの種にできて、これマジでまあ、ジャスミン本当に汎用性がある。だからジャスミンでいいか、もう一度再検討しよう。プレミア良くないからね、新環境正直やっぱプレミア起きやすい環境ではあるから、プレミア良くないんだよね。さあ行きましょう、アマテラス。そしてもう一回見せてくれ、ガローズ・セブカイザーをね。で、2体バウンスできるからね、このカマキリとガンビート戻すことができる。これやばすぎる。これ盤面もね、しっかりと取り合いいけますよと。うわー